象情報でした。最後にもう一度金沢駅からお伝えしています鏡のウィークにぐるっと石川ウィーク、今日は本当に多くの人に来ていただきました。ありがとうございます。中央に一番ドカンと座っている、座ってるというか立ってる、立ってる百万さん、今日はありがとう。そして百万さんファンもね、多くの人来てくれました。そうなんですよ、ちょっと話聞いてみますね。失礼します。百万さん好き、うん、あの今トロフィーが気になったんだけど、これは何ですか。空手の全国大会で優勝した。優勝した、おめでとうございます。どこに住んでるのかな。金沢です。はい、ありがとうございます。そしてどちらから来たんですか。大阪です。あ、そうですか、はい、じゃあ金沢どうでしたか。いや、もうめっちゃ楽しいです。あ、ありがとうございます。はい、はい、明日はですね、会場の100周年を迎えた白山について、白山市民交流センターから公開生放送でお伝えします。はい、白山の見どころ非常に豊富ですからね。はい、地元のケーブルテレビ、朝顔テレビさんとのコラボ企画では、海岸の層、最長の卒業を行います。はい、非常に魅力たっぷりな白山、たっぷりお伝えしています。はい、今日の鏡のイニング金沢駅からお伝えしました。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。さよなら。すみません、大変失礼いたしました。1分間間違えておりました。ということでですね、あと1分あります。今日はですね、はい、金沢駅からたっぷりを、スキテツさんですね、スキテツさん、一瞬帰ってしまっていたんですけれども、無事番組の際に戻ってきてくれました。ありがとうございます。今日やってみていかがでした。すみません、はい、校内のコンサートを楽しみにご視聴楽しませてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。いろんなね、疑問をここでもやれて嬉しかったです。もう今は、はい、しまっちゃいましたけどね、この中にあります。はい、じゃあまたお越しください。ありがとうございます。明日は白山市センターからお伝えしていきます。明日の金沢の夢をぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。